2013年、日本を訪れる外国人客が初めて1000万人を超えた。富士山の世界遺産認定や和食の無形文化遺産登録、そして円高の解消も後押しとなり、今後ますますの増加が期待される。ホテルなどの観光業界を中心に、日本のおもてなしで外国人客を迎える準備が進められている。そんな中、意外な業界にも外国人客を驚かせたいと戦略を練る企業がある。 TOTO 株式会社だ。 TOTO はウォシュレットをはじめとするトイレ関連商品で海外展開を行っているが、今別の分野でも海外展開のプロジェクトを進めている。それはシャワーだ。日本ならではのこだわり、我々がシャワーに対して考えているおもてなしの心ですね、そういうものを外国の方にも体感していただいて、気持ちよいシャワータイムを、過ごしていただきたいといったような思いを持っております。そこで TOTO が着目したのは、節水性能と快適性の両立。慣性工学を用いて快適性を分析し、解決に取り組んだ。一般的に、快適にシャワーを浴びていただくためには、たくさんの量の水を使わないといけないと。一方で節水というのは水の量を減らさないといけない。この相反する、条件をうまく両立させることが、理想的なシャワーなのではないかということで開発をスタートさせました。そして TOTO の基幹テクノロジーの一つ、エアインシャワーが誕生した。水圧エネルギーでシャワーヘッドの吸気口から空気を吸引し、効率的に水と混合、より大きな粒の水を生成する。こうしておよそ 35% 節水しながら、涼感と刺激がある浴び心地の良いシャワーが実現した。これはエアインシャワーの節水性能の実験。見た目はどちらも勢いよく水を出しているが、たった20秒で水量にこれだけの差が出る。この技術は省エネ大賞も受賞している。そしてエアインシャワーをさらに進化させた商品開発を行った。その一つが脈動エアイン技術だ。水流に強弱をつけ、さらにたっぷりの水量を感じることができるようになった。ボディシャワーはジャイロストリーム技術で、3つのノズルがランダムに回転、リズミカルな刺激を体感できる。おもてなしの代表的な産業、宿泊施設、星のやなど数多くの旅館の設計を手掛ける東理恵さん、宿泊施設に求められるおもてなしについて聞いた。宿泊施設でゲストの方が求められることというのは、日常から離れているということで、非日常っていうことがとても大事なんですね。で、水回りっていうのは案外あの日常になりやすいところなので、住宅で毎日使ってるものとはちょっと違うという、そういう意味でいろいろなタイプのシャワーというのは、一つの演出になると思っています。現在進行中の東京都世田谷区の集合住宅プロジェクト。この住宅では TOTO のシャワーバーにも注目している。ガラス張りで見えているところにシャワーバーが一つの風景として見えてくると。つまり浴び心、そこにある機能性の良さとともに、まあ、見せるっていうところも非常に楽しいということだと思っています。我々の、これまで培ってきた、水を操る技術や、慣性工学、これらを用いまして、新しいシャワーをどんどん世界に向けて発信し、同時に日本でも今以上に、シャワー文化を根付かせていきたいと、このように考えております。